甲子園もベスト4が出揃いました。明日8月21日水曜日、甲子園の準決勝が行われます。各チーム見ていきたいと思います。まずは第一試合、関東第一高校 VS 神村学園高校。失点を見ると関東第一高校が5失点、神村学園高校が11失点してるんですけれども、まあどちらもね、守備は堅いです。投手陣なんですけれども、関東第一高校は畑中選手がね、行けるところまで先発で行って、酒井選手が継いで、酒井選手が勝負していくというところを抑えていく、クロージングしていくのが戦い方。酒井投手はですね、ここまで無四球、防御率も 0.00 ということで、まあとんでもないね、守護神というか、もう任されたポジションで確実にゼロに抑えていく。右ピッチャーの本格派で150キロを超えるまっすぐを持っていて、もう力でグリグリ押していけるんですよね。しかも先発ではなくて、畑中選手ができるだけ引っ張って、あとそこからは酒井選手は確実に抑えるよというような戦い方ですから、まあ本当にね、手堅い戦い方をしてくるなというふうに思います。まあただですね、1点2点終盤取られてから酒井選手が出てきても仕方ないので、リードしてる場面でできれば酒井選手につなぎたいところなのかなと思います。対する神村学園高校は4試合で11失点してるんですが、その中でもエースナンバー1番の今村投手が21イニング投げて9失点してるんですよね。ただこの今村投手の調子が上がってくるかどうか、大社高校との試合もちょっとね、ストライクが、制球が定まらないような感じがあったんで、ちょっとそこをね、疲れると厳しくなってくるかなと思います。まあ、関東第一にしろ、神村学園にしろ、関東第一の酒井投手が出てくるまで、出てきて、場面でどういう点数になってるかっていうのが大切だと思うんですよね。関東第一はリードしてたいし、神村学園もリードしてたい。なかなかね、酒井選手から逆転とか連打とか一発っていうのは難しいと思いますから、そこが一つポイントになってくるかななんて思います。まあ、あとは、今村投手が調子上がらなくても、2番手でね、大社高校の試合を投げてた、早瀬選手がね、非常に調子がいいですよね。スライダーも本当に、くる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 、ね、空振りを取ってましたし、だからできるだけ早瀬投手がね、調子のいい選手がね、早め早めに投げてくれた方がいいのかななんて思います。そして、青森山田高校と京都国際高校の試合ですけれども、青森山田高校は失点がここまで1、京都国際高校は3ということで、まあ2チームともね、本当に、投手が頑張っているなというふうに思います。まあ背番号1のね、青森山田高校の関選手は、もう本当に、まあ守り勝ってきたのもそうなんですけれども、15イニング投げて1失点ですからね、パワーピッチャーですから、大型なピッチャーが、もう迫力も感じるような、そんな選手がね、どう戦ってくるかっていう、どう威圧感でね、投げてくるかっていうのも大切、ポイントになってくるかなと思います。京都国際高校に関しましては3失点なんですけれども、中でも2年生の西村投手は18イニング投げて0失点、防御率 0.00 ということで、まあ2年生の西村投手はね、すごい投球を見せてました。だから、ちょっとどうなのかななんて、西村が組んでくれば、もう面白い投手戦もね、あり得るのかななんて思います。そして、京都国際高校は3年生の中崎投手もね、おりまして、18イニング投げて3失点なんですけど、26奪三振ということで、三振が武器のね、中崎投手もいるということで、まあ、ロースコアで行って仮に延長行った中崎投手のね、得意の三振を奪ってくれれば、一つ、二つ、アウトを取ってくれる可能性もあるのかななんて思ったりもしてます。まあ本当に投手力はね、4チームともあるかなと思うし、どこもね、継投で来る可能性があるのかななんて思ったりもしております。まあ、続いてエラーを見ていきたいと思いますが、まずは第一試合の関東第一高校と神村学園高校ですけど、まあ関東第一高校は全試合で一つずつエラーをマークしてると。で、神村学園高校は大社高校の試合で2個エラーしましたけど、あとはまあね、101ということで、そんなにまあ、エラーは本当に一つあって二つぐらいなのかなと思います。だからやっぱりどっちもね、守備が硬いんですよね。でも特に関東第一高校は、二遊間がね、非常にうまいですよね。まあそういった意味で、エラーも一つあっても、ヒット性の当たりをね、一つ以上アウトにしてるなっていう印象がありますから、どちらも硬い守りなのかなと思います。まあそこでそんなに差は出ないだろうなと思いますけど、締まった試合になるんじゃないかなと思います。第2試合の青森山田高校と京都国際高校も、青森山田は1回戦2回戦とね、2回戦3回戦か、共にゼロで来てます。
で、滋賀学園との試合では一つエラーしましたけれども、そこも致命傷にならず、京都国際高校は全試合一つずつエラーをしてますが、こちらもそんなに致命傷になるようなエラーはなかったということで、まあ守りの固いチームだなっていう感じはね、どうしてもしますよね。なので、まあ守りかつ投手を助けるためにビッグプレーも一つ必要だけど、堅実なプレーも必要になってくるのかななんて思いました。あとは最後にね、ちょっとちらっと話をして終わりたいと思いますが、まずは関東第一高校、守り勝つイメージできたなというふうに思います。4番高橋選手にも強力な一発があって警戒するので、前後のバッターが非常に大事になってくるかなと思いますけど、バランスのいいチームですね。守備もいい、ピッチャーもいい、そして打撃も一発があるチームということで、なんか優勝候補というか、一気に優勝戦前のね、前に出てきたような感じはしますよね。面白そうだなと思います。そして青森山田高校は、打率に結構ね、ばらつきがあるんですよね。長野日大、初戦は9点取りましたけど、やっぱり滋賀学園相手にあんまり打てなかったんですよ。長野日大がね、いいピッチャーじゃないとまでは言わないですけれども、やっぱりこの準決決勝に出てくるような投手を打てるかどうかがポイントになってくるかなと思います。打線がちゃんと線になってくると、体も大きいし、相手のね、パワーピッチャーが来たとしても、力負けしないとは思うんですよね。だからそこはしっかり結果にコミットしてくるかどうかがポイントになってくるかなと思います。そして京都国際高校に関しては、打率ですね、3割8分以上は6人もいるということで、盗塁はないんですよ。ただ、しっかり確実に繋いでくる、得点に繋げてくるのが京都国際高校の強みかなと思います。打撃はかなり好調なのは京都国際高校ですね。そして神村学園高校もよく打ちます。そして走ってくる。まあ大体、まあ高校野球は適した作戦かもしれないんですけど、とにかくノーアウト、二塁、ワンアウト二塁の形を作りたいのかなと。シングルで帰ってき、シングルでも帰ってこれる、その一点の形をね、作ろうとしてるのが神村学園高校は見受けられるなと思いますから、まあそういう繋ぐバッティング、繋ぐバッティング、繋ぐ、繋ぐ、繋ぐという意識が大事になってくるのかななんて思います。あとまあ個人的な勝敗予想は、ですね、第一試合は、神村学園かな。神村が勝つような気がしますね、そうは言っても。まあ、坂井投手がいいんですけど、やっぱりビハインドで坂井投手が出てきても意味ないので、序盤畳みかけるような、足で稼いできそうな気はするので、神村学園高校を予想します。そして青森山田と京都国際高校は、京都国際高校を予想します。やっぱりいいピッチャーから青森山田っていうのはね、なんか打てる、かな？ちょっとわからないなっていうところがありました。なので、まあ決勝は京都国際と神村学園のね、試合になるんじゃないかななんて思ったりもしました。ということで、この動画がよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。